渡辺直美10月23日台は、日本のお笑いタレント、司会者、女優、声優、歌手、吉本工業所属、東京 NSC12 期生、2021年現在ニューヨーク在住、父、母、姉、本人の4人家族、父親が日本人、母親が台湾人で、直美も出生は台湾である、両親と日本で生活していたが、 幼少期に両親が離婚。母に引き取られて、茨城県で育ち、母親に連れられて、日本と台湾を行き来する生活だった。小さい頃から芸能界に憧れていたが、日本語のわからない母親に育てられたこともあり、日本語は片言で、あとに18歳で芸能界デビューして、テレビに出演しても2、3年はうまく、日本語が使えなかった。 茨城県石岡市立石岡中学校を卒業。勉強が全くできなかったため、高校を3校受験するも失敗したので、高校進学せずに、ファミレースの夢案にてアルバイトとして働き、貯金をする。中学生の時には恥ずかしがり屋であったが、仲の良い子を集めて、モノマネを披露するなどしていたこともあり、親の反対を押し切り、家で同然の形で NSC に入る。親が、 NSC に電話をしてきたこともあったという。もちき愛子とのコンビ、わ餅を解散後、NSC 同期の佐々木里奈とのコンビ、フレッシュライムを組んでいたが、2007年9月に方向性の違いで解散し、ピン芸人としてデビュー。2008年1月2日放送の、新春大売りだし、さんまのまんまに、今田孝二一押しのお笑い芸人として紹介され、出演し、 ビヨンセのモノマネで2曲を披露。今だは使ってる筋肉はビヨンセと全く同じ安いスナックのお姉ちゃんじゃないですよと述べた。なお、この時はマライア・キャリーのモノマネをする予定だったが本番直前にビヨンセに変えた。同年3月31日から笑っていいともの14代目いいとも青年隊として鈴木林と共にいいとも少女隊を結成。 同年6月、ビヨンセが在籍したアメリカのグループデスティニーズ・チャイルドのファミリーベスト、ラブデスティニー CM に起用された。2009年、吉本工業の若手によるユニット、東京ワンダースに参加。その他メンバーは、チョコレートプラネット、石田よしみー、タモンズ、ジャングルポケット、メメ。同年11月30日12月1日2日に開催された。 クワタケスケアクトアゲンストエイズ2009映画音楽、トラサンチャランポランスキー監督、脚本、主演、男は死体を逃げスト出演。2011年、オモバカ8で準優勝。2012年、2013年と、史上空前、笑いの祭典ザドリームマッチに出演し、2年連続で優勝を果たす。2014年5月から3ヶ月間、ニューヨークに留学。 同年、協定のイメージキャラクターボートニャーの一人として就任。また、香港のテレビ局無線電子が制作するスペシャルドラマ、愛情来的事項で結婚相手に悩む300年続く和菓子屋の一人娘という役どころで主演している。2016年には中国国内のインターネット上では太っていてもオシャレで肥満が恥とされる日本において、 彼女のコミカルさに監修がすっかり感染し急速に人気が高まったなどと紹介されている。同年末より台湾の交通部観光局から台湾観光新全大使に任命されている。2017年7月期の連続ドラマ、カンナサーンで主演を務める。ゴールデンプライム隊の連ドラでの主演は初めてである。2020年7月、自身の YouTube チャンネル、 ナオミクラブにて、レディー・ガガアリアナ・グランデのレイン・オン・メミュージックビデオのパロディを公開。ベイビルボード他世界のメディアに紹介されたほか、ガガ本人からもツイッターにて、ラブ・ディスと称賛を受けた。番組出演の際に、身長157センチメートル、体重107キログラムと公表している、自称エッジカップ。2008年11月14日には4月からの7。 カ月間に1 3ラム太ったことをエクササイズのイベントで明らかにした。ビヨンセの大ファンであることから、主に楽曲、クレイジー・イン・ラブのダンスのモノマネ芸をはじめ、テレビなどで多く披露するようになる。これに伴い、和製、ビヨンセ、ブヨンセ、吉本のビヨンセなどとも呼ばれていた。尊敬するお笑い芸人は、岡村隆史、コロッケ。理由は、動きや顔で、 誰にでも解かる面白さを追求しているから。2016年現在の悩みはネタ数が少ないこと。ネタが尽きたらそのままテレビから消されてしまいそうで怖いという。目標はコント番組にレギュラー出演することだというがピカルの定理のレギュラーとなったことで叶った。極端に掃除が苦手であるため実質の掃除は業者に任せている。最初の依頼時は あまりの汚さに100万円の清掃代金を用したという。浪費癖があり、欲しいと思ったものは基本的に欲求に任せて購入、散財する。売れっ子になってから月収が数百万円に達するようになったが、計画性のない使い方をするために給料費前には金欠寸前になる。預金残高も常に2万円程度であるといい、家計簿をつける習慣もない。 近年の衣装やメイクなど、キャッチーで、ポップなファッションは幅広く支持を受けており、SNS で多くのフォロワーを持つことから、インスタ女王とも言われるようになった。そのスタイルは、渡辺の専属スタイリストである、大滝彩野による影響が大きい。渡辺も大滝に浸水していると言われている。また、メイクアップについては、富澤昇などのメイクアップアーティストがたびたび、インスタに登場する。 2017年5月28日に普通自動車免許を取得した。2017年10月に防具の世界のメイクアップシリーズで渡辺直美本人のメイク動画が公開され、YouTube で即数百万再生に達成した上、他のメイク動画でも数百万再生などを1ヶ月で達成し、メイク術に関しても注目が集まっている。コスメは ST ローダーやセフィヌ、 ルナソルを愛用していることを自身の動画内で公言している。ゴチでは当初は渡辺と名字で呼ばれていたが途中でナオミと呼ばれるようになり最近ではゴチ以外でもナオミの呼び名が定着している。ニューヨーク留学をする前に受けた医療機関での検査において0歳から3歳までに覚えなければならない言葉を覚えていない影響が顕著に出た結果文章作成テストでは 誤字脱字が目立ち、IQ が85と本来はテレビの仕事が難しい数値だとされた。これを受けて、渡辺は自身を母国語も外国語も確立できていない、いわゆるダブルリミテッドであると理解している。また、中学校時代、極端に学業が苦手であったのは、これが原因と自己分析している。沢井美優と青年月日が全く同じであり、 沢井ももともと渡辺のことが好きであり、実際に会ってツーショットで写真を撮らせてもらったことがある。各週記述するのはゲストが出演した配信会のみ。ありがとうございます。